なあ、ラスダンここで会ってんのか？宝箱とかねえの？張り合いねえな。薄気味悪いぜ。この中でやるレースって何なんだろうな。必ず勝ちますわ。それが私の使命なのですから。だね、僕は最強だもん。どんなレースでも負けないよ。皆さん頼もしいです。怖くないですか？ここお化けでそうで。気持ちで負けちゃダメですから。日本一の馬娘になるために必ず勝つっていう姿勢は忘れません。そう、いつだって戦闘の景色は譲らない。それボルシカしちゃった人たちのためにも頑張ろうね。ああ、チョコもチーズも大人気だが、チョコとチーズを合わせちまうのはカロリー的にもまずいよな。見てろよ、チョコ派の私の手でチーズを分離させてやるぜ。ああ、ですです。本日は栄転なり。ただいまゴルシのマイク中。この声、ラテンやりエデボルグの声じゃねえか。おい、どこだエデコ、面見せれ。ふん、私を散々待たせておいてとんだいい草だ。伸びたラーメンが乾いちまうかと思ったぜ。てめえ、どこまで落ちた。ラーメンは熱いうちに食えっつったのまで忘れたのか。上映前にポップコーンを食い尽くしたらもったいねえだろ。そうか、やるしかねえってことか。こいつら何の話してんだ。さあ、後半よろしいかしら、ゴルシファーさん。私たちはあなたとレースで勝負しに参りました。受けていただけますね。ああ、もちろんだ。だがレースの前におもてなしをしておくぜ。この光は？さあ、レースの前の栄養補給タイムだ。いるよ、第一関門。うわぁ、料理がいっぱい出てきた。それもとっても美味しそうな人参料理が。その名も爆食レース。この料理、私とお前たちどちらが早く食い尽くせるかな。レースの前にこれだけの食事をするなんて。というか走るんじゃないんですの。言っただろ、これは爆食レース。私がレースと言ったらレースだ。面白い、この勝負受けて立つぜ。あ、ちなみに参加者に制限はないので、団長さんと B さんとルリアさんも食べていいですよ。どうも。とにかくこの料理平らげなきゃ先に進めねえってんなら食うしかねえか。はい、